日本ハム新庄剛志監督51のユニフォームに先日から異変が起こっている今月3日のオリックス戦 S コンから試合中に着用するパンツを新調裾が大幅に広がったパンタロンいわゆるブーツカットスタイルのユニで采配を振っているからだ現役時代からおしゃれに人一倍敏感な指揮官は今もユニフォームの着こなしに徹底したこだわりを持つ 今年5月には自らデザインした襟付きド派手ユニお選手が試合で着用し一時休界の話題をさらったそんな奇抜な発想とセンスを持つ指揮官だけに突然のスタイル変更にも周囲はさほど驚かないが関係者の間で唯一話題となっていたのがシーズン終盤の今なぜという時期の問題 残り20試合の段階で自身のユニフォーム変更に踏み切った背景には一体何があるのか球団関係者の1人はこれまでの戦いさを振り返りながらおしゃれな新庄監督のことですからね。客帳に見えるブーツカットスタイルのユニを自らが着用することで球界にパンタロンをはやらせようとしているのかもと推測。ただ、 チーム内では、来季への布石では、という声もあり、以前、襟付きユニをチーム全員が着用して、好成績を残した直後、新庄監督はすぐさま新たなユニフォーム制作を SNS で匂わせていた、そのデザインの一環なのでは、前出関係者。しかし、か 8日の西武戦エスコン20対6で敗れた後新庄監督本人がパンタロンの真相を説明中村正俊さんをイメージした脚長効果そうそう膝の1個上に膝を作ってそこから膨らんでいくというところ足が長く見えたらいいじゃないですかもともと日本にこういう裾が広いデザインを持ってきたの僕なのでとにやり その上で選手の使用に関しては、選手はだめですよ。足元にボールが来たらすぐデッドボールになっちゃうから。僕だけ、と笑い飛ばした。憶測が憶測を呼んだ新庄監督の突然のユニ変更だったが、シーズン終了が間近となっても、やはり新庄監督からは話題が尽きない。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。 さんや辻さんの監督の時は試合終わったら当日のビデオ見て選手にアドバイスそれから翌日の対戦チームのビデオ見て打線を考える西武黄金期現役の時は日本シリーズの試合終了して食事してミーティングその皇室内で個人練習これが優勝するチーム監督の日常 悪いけどズボンとかファッションなんて考える余裕なんてないよ大谷翔平が日ハム時代開幕戦試合前の挨拶で今年1年は野球のことだけ考えて優勝しましょうと言ったこと少しは見習えよ栗山監督の時は日本ハムというチームに上品さがありました負けても勝っても新庄監督には下品さを感じます 日本ハムという大衆相手の食品会社であるのですから勝敗は大事ですが食品同様爽やかな上品さが必要なのではそんなことより残り試合全部勝つつもりでやってほしかった目立つことばかり考えてそれがチームに混乱を招いていることに気づいてほしいものです来季もこの人なら日ハムは終わりですよ 勝利より他のことが優先なんてそろそろチームを強くすることに専念しませんか忘れている人もいるかもしれないけど監督でしたよね1年目は話題作りで試合を見に来てくれる人を増やす広報役でもよかったけどもういいでしょ日ハムという球団は新庄の所有物じゃないどを超えた派手な出でたちや演出には飽きました 目立ちたいなら監督ではなく宣伝部長にでもなればいいいろんな意見が飛び交ってるけど最下位争いの暗い記事より少し馬鹿げたどうでもいい記事があってもよくない監督も目立ってるけど選手もそれなりに目立ってると思うけどなチーム成績不振の意見が多めですけど選手を見たらちゃんと成長し始めてますよ セノボー球団と違ってチーム雰囲気も良くて将来的に優勝も期待できる雰囲気があります。